これが最後の戦いだといいです。指揮官、指示をお願いします。先陣のカラスだ。この一撃で私も行きます。先陣のカラスだ。カラス、私の刃になってください。これが最後の戦いだというですね、指揮官。大丈夫です。私は消えません。みんなが覚えている。あなたも。この戦い、一緒に勝ちましょう。指揮官。この機体は最終調整を済ませていない。後からこれらのデータを読み込んだとしても、お前にとっては別人だ。もう当然だろう。つまりこの戦いの最後、私は私でなくなる。私も本気を出しましょう。指揮官、傷つけさせない。私は覚えている。指揮官とみんなと一緒に戦ってきた日々。覚醒した機体、パニシッドに侵食された時は悲しかったけれど、私に別れる。共倒れするつもりですか。もしこれが私にできる唯一の方法であるならば、指揮官、お許しください。
ここで終わらせるべきなの。そう思わないのですか。私は消えない。何があっても、ずっと、私はずっと指揮官のそばにいます。指揮官、本当はこの後指揮官を連れてここを離れるつもりだったのですが、どうやら無理そうです。私はもう、それからのことはあまり覚えていません。たくさんの複雑な感情を感じただけです。正直に言うと、私は初めてほっとしたんです。私が欲しかったものが、全てがここにあるから。私のこの両手は、私自身もしっかり握れています。指揮官、私はあなたのおかげで生まれたルシアです。あの日あなたと手をつないだから、私は生きる意義を見つけて、この世界の全てに触れ始めました。あなたと過ごした記憶が今のルシアを作り上げたのです。たとえ消えたとしても、私が私で亡くなっても大丈夫です。あなたに触れた瞬間、私は生き返りますから。だから、弱い深淵に始まります。深淵に飲み込まれろ。よく私も行きます。遅い。私も行きます。人間の豪華で全て終わらせてあげる。